皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、2695クラコーポの動画解説をしたいと思います。この銘柄、昨年の10月ですね、高値をつけた後一度急急落してですね、昨年の11月の途中から、今年の初めにかけてですね、25万から、大体30万手前のところでね、ボックス的な動きをしてましたけれども、3月の5日にですね、まず決算を発表しまして、最初の第一四半期ですね、業績が順調伸びているということで、一応出来高を伴ってね、上げてきております。で、その後ですね、ちょっとこう調整しましたけれども、その後株価をですね、ずっと切り返していきながら、3月15日にはですね、株式の分割を発表しています。1対200というですね、株式分割を発表した後、翌日から株価大きく上昇しているわけですね。で、普通、陰線、陰線とね、ちょっと上に離れて並んでますんで、一回調整してもね、おかしくないところだったんですけれども、この両方との陰線をですね、抜く形でさらに上昇してきております。で、このあたりはですね、クロマグロの輸入が厳しくなるんではないかという見通しがね、このあたりでありましたけれども、最終的にはそれがね、否決されたということで、悪材料が、なくなった形ですね、そこで2日間ね、大きく上昇してきております。で、昨年の10月のこの高値ですね、もうターゲットに、ね、ほぼ入ってきておりますので、これを抜いてくるとですね、一挙に40万近くまでの、ね、上昇は期待できるんではないかと思われます。で、株価一つ下がってくるところを狙う目安としてですね、ちょうどこの木曜と金曜のこの間ですね、これ窓がありますので、この目は窓埋めですね、株価が下がってくるとしても32万5千円もしくはこの窓埋め近辺までね、下がって調整するようだったらすごく狙いやすいのかなと思われます。で、株価一挙に上昇してますからね、一目均衡表のちょっと転換線は追いついていくのに時間かかりますので、これ移動平均線の5日移動平均線を入れてあります。5日、10日、25ですね。で、5日移動平均線ですね、週明けになってきますとこの株価一回計算上外れましたからね、外れますから1、2、3、4、翌日火曜日ですね、5日間で計算しますので、5日移動平均線がね、もうちょっとこう上がってくる形になります。ただ32万5000のこの手前ですね、窓埋めぐらいまではね、来週前半来ると思われますので、そのあたりでね、しっかりとこう下げ止まってくる、もしくはこの窓埋めですね、そこでしっかりとね、調整入ってもう一回反転してくるようだったらね、すごく狙いやすいのかなと思われます。もしくはこのまま、ね、横ばいする形にも、ね、可能性もありますので、上がってきたら変則の真似遊びみたいな形ですね、そういう横ばいする、もしくはだらだら下げてくる、窓埋めまで下がってくる途中だったらですね、当然出来高が減る、出来高増えて切り返すところがあればね、そこは狙い目というふうになるんではないかなと思われます。では以上でですね、クラコーポの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。